なななと思っっててね、ね新たな景色にに会いい行こうかなっていうか、ね、やっぱりね漫画を買ったアニメを見たキン肉マンを愛したキン肉マンを見続けた時間っていうのはこの動画に出会ってくれた皆さんの時間やと思うそれはその時間にリスペクトはやっぱりせんといかんと思うんですよそうなったらやっぱりね、うん、もっと活躍してほしかったなっていう気持ちもそうやと思うしねやっぱりそこは描かれていいかなと思う で、やっぱこのね、オーズマンとオメガマン戦ったらね、やっぱちょっとね、ダンディ子供の頃から、だから、筋肉マン呼んでて、まあ、こう、この対決みたいなと思ったら、これを素直にね、書こうかなと思ってね。うん。やっぱこうやって、えー、想像のシェアをしようかなと、皆さんと思ってね、2年前からやってきたんですけどね。で、やっぱこの原作忠実にやった方がいいかなと思って。原作を見続けた皆さんの時間にもやっぱりリスペクトしたいしね。うん、そう思ったからね。やっぱりダンディのね、うん、オリジナルな、 ストーリーリオリジナルな勝手なカスタムでむちゃくちゃにするよりはね原作忠実にある程度その時系列でだから原作の時系列で出る超人は全部出したいなと思ってねうんでやっぱりこの1週間頑張って描いてみて絵だけでもね出会ってほしいなと思ってんでだからちょっとねこういう手になってしまったんですけどね <laughs> だから汚いと思わないでほしいんですけどもでどうなるかってことですよねネプチューマンがねなんでかっていうと ソルジャーの意思はやっぱりアシュラマンソルジャーチームの誰かが持っててほしいなっていうのがダンディの子供の頃の子頃気持ちやったんでですよ、うん、で今の大人のダンディの気持ちっていうよりは子どもの頃キン肉マンを夢中になってキン肉マンにのめり込んでいたダンディの小学校の時の小学生ダンディの気持ちをやっぱこう大人になった時に。 熱量を持ってて伝えてるんで、ねうん、あそこはあんまりちょっとごっちゃにしてほしくはないあくまでも思い出のシェアの1個ですねこれはね。うん、でだからやっぱ僕はソルジャーチームの誰かがソルジャーの牌を持っててほしかったかなっていうのを素直に書かせていただいたんですね。ってなったらじゃあソルジャーの牌を持ってないわけですね。この時点でもちょっと動きに変化があるわけですよネ、ね、プチューマンの動きの変化がね。で今ダンディはは時系列としては まあ、テリーマンがいる世界線ですよね。竜巻地獄からのね。うん、で、まあ、ラーメンマン、タイ・プリズマン戦、ねうん。で、まあ、フライングレック、ラリアートっつってね。はい。っていうことなんですね、今んところはね、うん。で、ちょっとね、だからね、時を戻す必要がある。さあ、時が戻ってまいりましたね、ちょっとね。陰ながらいろいろ支えてくれたネプチューンマンのこの動き。 これどう変化するんですかとどう変化させていきましょうかねとこれはちょっと今回シェアしたいなと言ってましたうんでまあラーメンマンにアドバイスウォーズマンにアドバイスをしたっていうねうんまあダンディ・イフの時系列ではこう考えてますねラーメンマンにアドバイスからのウォーズマンの元へ行ってからのすぐる・テリー・ウォーズマンうん <laughs> ごめんなさいすぐる・テリー・ロビンこの時系列かな うん、ネプチューマンの動きとしてはね。で、ちょっとね、もうね、この動画に出会ってくれる方の猛者ならね、気づいてると思うんですけど、ちょっとアドバイスが変わってます。ウォーズマンは、ちょっとね、優しいがゆえに、爪が甘いところがあるのかなっていうダンディの子供の頃の印象でした。だから、ちょっとね、とどめを刺,せ刺し切れないというか、もう倒したな。ここまでもうとどめまで刺すことはないと言って、背中を向けそう。 最後の一本を避けたから油断しているようではダメだっつって本物の槍が飛んできて真の恐怖は背を見せた時に襲ってくるっていうアドバイスを受けたと。うんやっぱりね竹槍でも命の危険はあったかもしれんけど本物の槍なおかつネプチューマの腕力で投げられた一刀の槍ですからそれやっぱり筋肉、ね、その潜在能力膠着してウォーズマンスマイル十分に引き出せるぐらいのものであったんではないかな。 っていうこのね、うん、優しさゆえに相手に背中を向けてしまうこの背中に対してのアドバイス。ラーメンマンは、ちょっとどこかレインボーシャワーに対して恐怖があった。それはやはりラーメンマンが、やはりこの頭である程度、対戦をね、考えて組み立てて戦うファイターであるがゆえに、レインボーシャワーっていうものにもよりやっぱり恐怖してしまったのかな。だから、 あえて背中を向けて、それを勇気に変えなさいよというアドバイス。やはりこの、ダンディ・イフ背中対比アドバイスですね。これはやっぱりこうちょっとね、シェアしておいてもいいかなと思ってね。ラーメンマンとオーズマンの対比にもなるしね、この背中に対してのね。うん。で、ちょっとだからちょっと変えてるんですよ、ここ。うん。これはまたね、一週間後2週間後にちょっと繋がってくるんでね。なんでこういう風に変えたのかっていうね、いうところですよね。うん。 で、まあ、それは一週間、二週間後ということで、まあ、一週間かけた分だけでもちょっと見ていっていただければありがたいんでございますけども、はい、というところで、おっさんくせえだ、本当に相変わらず、ははは人の努力を笑うんじゃありませんよ、全くね、というところで見てるわけですよ、これはね、うん。さあ、諦めな筋肉は、まあ、次はこの私が実験台になってやるぞ。だから順番やから、順番、そんな。ね、テリーばっかり傷ついちゃうからね、ダンディー・フではそんな方はさせませんからね、ごめんね。はい、ということで、で、まあ、とっくに明け暮れてるのを見てる わけですねねね、うん、出ました、ね、これ、ね、互いの体を無駄に傷つけることを特訓とは言わんこれね小学校の時にねネプチューンマンマに言っっててて欲しかったセリフを当まててます、まあ、そういうつもりで聞いていただければその特訓意義ありだクオリア危ない超人同士の技のさなかに飛び込んでは巻き込まれるぞみたいなサイファンじゃないってば <laughs> ねあなんかこう。 筋肉マンっぽいセリフ回しゆでたまこ先生っぽいセリフ回しっていうのを考えるのは非常に難しいですね。くぼりゃークオラルボンバー出ましたーおー完璧ではないとはいえ、三大容疑の定かに筋肉マンロビンの二大超人を片手で浮き上がらせる。いたんだ宇宙超人界にまだ、こんなものすごいパワーを持つ超人が、やはりね、 原作忠実にに時系列通りにネプチューマンを出ただしい、まあ、カスタムやしウォーズマンのこの試合に結びつけるためとかいろいろなことを考えるとネプチューマンの動きは当然変化する部分もあると思う変化さすんであれば原作の熱量放送誌は変わってもその中身ネプチューマン侍の力強さこればかりは変化させてはならないこの熱量原作の熱量そのままに変化させなければならないとダンディは思いますね君は… この受け止められた時の弾けるような筋肉の感触、こいつはまさか、ネブチューマンですよ。ね。もう他のもネタバレとかじゃないですからね。はい。逆に、この動画に出会ってくれた皆さんが知らんていで話す方が失礼。ね。うん。 で知らねねえ俺ははって思われた方は、ね、もう今からね「筋肉マン」を呼んで知って行ける最も羨ましい時期ってことですからねそれはそれでグッジョブってことでねはいまたファンじゃないってばね神谷明の声が聞こえてきてほしいんですけどね僕はそういうつもりでちょっと想像しとったんですけどね。こ、うん、これなんかこの探査用の 鳥みたいなのがおったような気がしたんですよね。だからこ,これでやっぱりこう見てるわけですから、フェニックスチームがね、様子を伺ってるわけですから、これを撮ってる何かがいる。それが探査用の鳥ロボットかなと思って、画像検索とか漫画も見直したんやけど、出てこなかったんですね。 気のせいだったかなねえ。まあ、せっかく、うん、気のせいじゃないと思ってですね。鳥みたいななんか関西用の本がおったと思うんですけどね。それをしっかり忠実に書いてね、思い出のシェアしたかったんですけどね。一週間では見つけられなかった。もし見つけられたら書き直しておきます。ダンディの気のせいだったのかねで、薬師に行けよ、みたいな。飛行機ピーって飛ばしてね。 うん、で、まあ、こういうやりとりもあるのかな。うん。で、この時系列っていうか、こういう演出やと、こういうイフやと、ロビンはもうある程度侍の存在にはもうこの時点で気づいているので、正待暴きに躍起になりそうなんで、ここはちょっとやめてください。<laughs> ね <laughs> っていう、こういう会話もあっても面白いかなと思ってね。正体あきに躍起になるともう、冷静じゃなくなっちゃうんだからもうね、やんなっちゃいますよ。まあ、そこは可愛いとこですけどね。一週間では書けませんでした。はい。まあ、こういうところもね、素直に見せます。ここも もうほんまにもうしっっかかかり書きたかったからねごめんなさいこんなとこ書かなくていいのにしっかりと思われるかもしれんけどやっぱり大人やから大人が真剣に遊ぶってなったらやっぱり真剣に出会ってくれてる方に失礼のないようにねやっぱりねこういうとこ大事やからねもうちょっと真剣に書きますねでまあこういうとこもちょっと出会っといてくださいはいテリーに変えてますからねここはねうん まあこういう特訓があったんですねこれも子供の頃謎理論でしたけどねまあまあなんか重なったですねはいどうなんでこうなったんだっけなちょっとねもうちょっと原作読み返しておきますけどねよくやったな「筋肉マン」まあここまでくりゃね頭完成を待つばかりこのネプチューンマンを倒した超人さすがは「筋肉マンだ」だ 何みたいな。ネプチューンマン、ザ・マシンガズの前再び、この方がいいしょ、女もだって <laughs>、ねはいもうあ。大人のダンディーの、今のダンディーの意見じゃないですよ、だからね。子供の頃、ダンディーは、こうやって惜しかった。テリーマンの前にもね、出てきて惜しかったなっていうところですよね、やっぱね、そこはね。うん、皆さんの思い出をどうこう言うもんでも原作批判とかでは全然ないですからね。うん、やっぱり みんなのそれぞれの思い出の中でこうあってほしいああああって欲しかったなとかあるじゃないですかそれはそれは筋肉前にかかわらずそうやと思ううんで「完璧長寿の肉体正義長寿の動きなどでは壊れません」っつってねうおっもうこれも <laughs> あのね本当にね1週間後今この瞬間この動画に出会ってくれてお時間を頂い,いてダンディのこうだったらいいのになああだったらいいのになっていう 新たな走り方を描きたいなっていうダンディのカスタムに付き合ってくれてるあなたがいるから描けましたほんまにありがとうこの技がネプチューンマンに決まってるっていうこと時点でダンディは本当にねもう感動で涙が出そうですよね正義超人から罰を受けて当然なんだよそんなこと言うなお前の死に際で全部いる人そんなんはね読者もそう1週間後に会いましょう1週間後に そしてオーズマンを助けてくれネプ、ね、チュンマンこれがダンディの小学校時の思いですそれでは次の動画でお会いしましょう次はこのねちょっと表紙っぽいものを書いたんでねこの説明をしながら始めようと思いますねこういうのがあった方がまた一個ね想像できますからねついに「筋肉マン」にはマリさん ビビンマンにはオーズマン。この世界線が本格的に、ちょっとごめんね。動き出しておりますよ。何が来ても、ヘッドスパりだキン肉マン、ファイナルバトルに向けて、バイバイご視聴ありがとうございました。